帰ったか。そうそう。いや。問題はどうやって予告状を渡すか。家とかわかんないし。え？同じ手を使えばいいじゃない。Thank you.
さて、始めましょうか。答えてください。よろしい。すみません、これ車に貼り付けられてて、なんか書いたんすけど。ああ、読め。でもこれ読めっつってんだろ。金をむさぼる暴食の滞在人金城純也殿、詐欺に明け暮れ未成年だけを狙う愚劣な手口、我々は全ての罪をお前の口から告白させることにした。その歪んだ欲望を頂戴する、心の回答団より。まずくないですか？何が？金城さんにもしものことが。っていうか、これが上の方々に知れたら。余計な気回してんじゃねえよ。いいから黙ってろ。でもこれ街中に貼られちまってて、ネットでも噂に。うぜえ。お前ら金持ってこい。ノルマ超えなかったら殺す。はい。怪盗だ。笑わせんじゃねえ。おい、ここもう出るぞ。許せねえ。なるほど。なかなかやるな。ついに本番だね。覚悟はいい？さあ、今日で型をつけるわよ。招待。
んだ？バカな、金庫。前に来た時はこんなのは。この短期間で部屋ごと金庫に。さすがに銀行のパレスか。いらっしゃいませ。ようこそ我が都市銀行へ。よく生きてここまで来れたね。ずいぶん運がいいようだ。うん、バカ言わないで。てめえを怪人させて、その口で全部白状させてやる。お前みたいなクズに苦しめられてる奴らを俺たちが救うんだよ。警察も手焼いてるくらいだ。世の中大騒ぎにしてやんぜ。上が下をこき使って好きなだけ絞り取る、そういう順番がこの世には存在しているんだ。あなた方もおとなしく枯れずになりなさいよ。誰がなるか、そんなもの。順番とか頭おかしいでしょ。俺だって散々やられてきたんだ。苦渋を舐めさせられ、クソ底辺から這い上がってようやく俺が刈り取る番ってわけさ。だからってやり返す相手間違ってんでしょ。卑怯なことしかできないかわいそうな人よね。勝ち方に綺麗も汚いもない。クレバーなやつが勝つ。賢く強い者は弱者を食い散らかして当然。ネットの知識だけで世の中悟ったような気になる頭の湧いたクソガキはいいかもだよ。終わってるこの人。騙されるのは常にバカだ。バカはそのバカの責任を取らされるだけ。学習しないバカは一生バカなんだよ、バーカ。バカバカうっせえな。バカには何を言っても無駄か。ありがたい説教の時間は終わりだ。一生ここで奴隷としてこき使ってやる。冗談じゃない。たかるだけたからせていただきますよ。罪だよな。世間知らずで無鉄砲、自分のバカさ加減もわからねえ。そんな奴ら搾取しなきゃもったいねえだろう。金の亡者に引用を渡せ。ほらよ、やる気ってわけだな。なあ、もうシャレじゃ済まねえからな。許してもらえるなんて思うなよ。それはこっちのセリフ。あなたこそ覚悟してもらう。追い詰めろ、ジョーカー。
ガキども。容赦なしだ。このまま仕留めよう。やってやるか。ち、なんだよ、思ったより仕上がってんじゃねえか。ならこっちもあれを出すしかねえな。負け惜しみよ。そいつはどうかな。さあ出撃だぜ、俺の守護神がな。と思ったらまず体勢を整えて。敵はあの巨体よ。体力が減ったところを狙われたらひとたまりもない。やってやる。いただいていく。ベルソナー、くたばれ。ベルソナー、気をつけろ、痛いのが来る。Thank you.
直接攻撃できるよな。なら体当たりも妨害できるんじゃないか。攻撃してあいつを下に落とすとかさ。ペルソナイザナギピカロ食らえ。ペルソナするつもりか。どうする、金城の気をそらすか。知っての通り、金城は金の亡者だ。奴が興味を持つような高価なアイテムなら気を引いて隙を作れるかも。試しにやってみよう。ジョーカー、どのアイテムを投げつけるか指示をくれ。よっしゃジョーカー、アイテムで金城の気を引くぞ。これ、投げようぜ。やべえくらいの高級感を感じる。任せとけな。なんだあれ、金目のもん丸出しの輝き。回収しろ、ブタトロン。今すぐにだ。成功したか。これで体当たりされる心配はない。いいぞジョーカー。ペルソナイザナギピカロ十文字キリ。力が湧いてくる。
我が輩にふさわしいスキルだ。俺のペルソナに新たな力が。金城、誰にも渡したくねえよ俺の金。善良な人たちから奪ったお金でしょ。借金をチャラにしてやる。だからしてやるって、ずいぶん上からだな。貧乏で不細工でバカでよ、そんな俺にどうやってまともに生きろってんだ。社会が悪いんだろう。立場の弱い奴はどうしたって幸せになれない。俺だって被害者なんだよ。そうだ、悪いのは世の中だ。返す返す、痛々しいな。居場所が欲しかったんだ、わかるだろう。何が居場所よ。あんたが楽して儲けるために利用できる奴らを集めただけじゃない。レッテルに苦しんでんのが世界でてめえだけとでも思ってんのか。俺だってこいつらだってみんな戦ってんだけど、安心なさい。やっと居場所ができるわよ。一生かけた償いの舞台がね。お前のその歪んだ心、俺らが何とかしてやるよ。ゼロ円でな。分かればいい。さっさと現実の金城の元へ帰れ。たくよ、お前ら容量悪いぜ。そんなすげえ力あるのに、パレスを利用すりゃ金儲けなんてし放題だろ。人の心好きにできんだぞ。てめえと一緒にすんじゃねえ。その青臭い正義感、意味あんのかね。やってるやつがもういるってのに。もういる？教えといてやるよ。パレスを使って好き放題してるやつが実際にいる。そいつは現実で何が起きようがお構いなし。廃止家に精神暴走、何でもありだ。それはマダラメのシャドウが言っていた。いえ、誰なんだ。やめとけって。やつの力はお前らの比じゃねえ。出くわさないようにせいぜい気をつけることだ。考えるのは後だ。お宝を奪え、時間がない。せっかくならあの大きいのを。で、え？にゃんふー、お、お宝。どうなってるのよこれ。超気持ちいい。いいな、いいな、ヒューマンっていいな。キンキン、キラキラや。生き物投げんじゃねえよ。いいから2台早く。いいぜ、出せ。くそ、あよって道ねえし。絶対割れた尻。あ、大丈夫か。割れてないか。割れてない。割れてるでしょ。
もうそうじゃなくて、だいたいいきなり飛び出すとか危ないじゃん。てか超見られてるし。怪我人がいなくてよかったわね。いや、約1匹。あのアタッシュ、あれがモルガナの死因だろうな。ちげえって、あれ金城もお宝か。信号赤、どこで開ける？カラオケは？監視カメラがある。俺いい場所知ってる。あ、そっか、ちょうどコーヒーでも飲みたかったところだ。手当てしてあげないとね。あったけ。妙に落ち着くわね、ここ。何かわかった？ダイヤル式の鍵がかかっている。これは番号がわからないことには。ダイヤル式の鍵ね。やっぱり。なぜわかった？何度も開け閉めしてるの見てたから覚えちゃった。怖っ。でもすげえ。あー、しみる。おい、早く開けてみろよ。いくらだこれ？この束で100万だと思うが。ひふみ、30個くらい？3000万円。みんなで割っても1人500万。やべえ、今度から毎回豚汁セットにしよう。小せえな。いい気分のところ悪いが、こいつが本物に見えるのか？はあ？子供バンク？マジかよ。全部あいつの見えってことなのかしら。嘘だ。まあほら、やったった感あるし、よくない？やったった感？やってやった感？やってしまった感かしら。どっちも。天下を騒がす怪盗の成功報酬がやったった感なんて、はあ、おかしい。まあ待て、中身は紙くずだったが、このケース自体はなかなか悪くない。よし、売ろう。決まり。そういえばモルガナは何かを思い出したりしなかったのか？いや、何も。お前ぶつけたショックでまた忘れたんじゃね。一言だと思いやがって。記憶喪失なの？そんなとこ、お宝を探してた記憶はあるらしいの。早く思い出せるといいね。それでこの後ってどうなるの？まずは様子見だ。金城が改心するのを待つ。今回はすげえだろ。だいぶ世間に騒がれんぜ、きっと。そういえばさ、金城が最後の方で言ってたこと、あっちの世界を使ってる悪党がいるって。気にはなるな。考えてもしょうがない。今はとにかく金城の改心がどうなんのかが見ものだ。とりあえずおとなしくしてようぜ。あなたにそんなこと言われるなんてね。頼んでいた件だが、まだかかりそうかね。君の学校で起きた問題だよ、校長先生。
かった、もういい。誰のおかげでその椅子に座っていられるのか分かっているんだろうね。奴が早々に候補を挙げてきた。どこかの誰かさんとは大違いだよ。ああ、もちろんだ。引き続き調査は頼むよ。今回の金城は正真正銘社会役のクズだったな。鴨志田にまだらめだってそうだ。自分の欲望のままに他人を傷つけ搾取する。でもさ、そいつらの悪事に気づいてるやつも周りにはいるわけだよな。なんで見て見ぬふりするんだろう。助けたりしないのか。でも勇気がないってことか。人間って弱いな。人間か。なあ、我が輩って本当に人間になれるのかな。お宝触った時思い出したんだよ。無理して忘れようとしたけど、我が輩本当は人間じゃ。生あったかいこと言ってくれるぜ。考えてみりゃそんなはずねえよな。我が輩怪盗団のセンターだし。よし、夜更かしはお肌に悪いぜ。寝るぞ。お話だ。おとなしく聞け。今度は醜き暴食の塔を下したか。見事だ。構成に励んでいるようで何よりである。囚人ごときにはもったいのないお言葉、大切にしなさい。あの男の話覚えているだろう。もう忘れたのか。悔いようのないバカめ。廃人化の件ですね。他の能力者の話だ。構成をなすならばいずれ相まみえることになるかもしれない。楽しみが増えたな。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。お前にはより力を磨いてもらわねば困る。よし。時間だ、囚人。戻りなさい。
私寝てた？よかった。一応報告しとくわ。金城から連絡来た。金城？全部チャラにするって。写真も全部処分したみたい。それでそのお姉ちゃんたちが金城を確保したって。何？消されちゃ困るからって理由みたい。マフィアなんて言われてた連中だし、ありえるのかもな。改心成功したのかな。まだ何とも言えないな。そっか、金城が言ってた精神暴走って。わからん。でもニュースで盛んに言ってる精神暴走事件とかのことだろうな。我が輩たち以外にパレスに入ったやつ、本当にそいつと関係あるのかもしれん。そうだね。今はとにかく金城が本当に改心したのか、その結果を待つしかないね。ありがとう。授業を始める。ちょっと相談があるの。いい？私はこれまで何の問題もない優等生としてやってきた。生徒会長としての職責も問題なくこなしてきたつもりよ。嫌味とかじゃないの。私がそう思い込んでいただけだから。でも鈴井さんや金城のこと、結局私一人じゃ何にもできなかった。従ってばかりの優等生じゃいざって時どうしようもないのね。回答団に入った以上私もみんなの役に立ちたい。でも今まで勉強ばかりであまり視野が広くないのも事実。見識を広めなきゃと思うの。
まず第一歩として生徒のことをもっと知ろうと思うの。でも私そういうの疎いというか、他のことちょっと感覚ずれてるらしくて。本当？ならいいんだけど。でもみんなが普段どういうところで遊んでるとかよくわからないし、そういうのちゃんと把握しておきたいの。それに生徒の実態把握は生徒会長の務めでしょ。監視とかそういうのじゃなくて、みんなのことをちゃんと理解したいの。それに回答団に入ったからって生徒会の役目もおろそかにできないわ。でさっきの話だけど、普段みんなが遊びに行くのってどういうところなの？カラオケか。何度か友人に連れてってもらったけど、できれば一回も行ったことないところがいいな。そういえばゲーセンってどうなの？よかったら連れて行ってくれない？こんなことで見識が深まるかわからないけど、でも今見たく勉強だけじゃダメだと思うの。よかった。一人で行っても私じゃよくわからないだろうし。じゃあ早速だけど行きましょう。遊んでるんだ。意外と女の子も多いのね。ねえ、あれ、あの銃でモニターを狙うのね。なかなか本格的じゃない、もしよければ付き合ってくれない？やった！よっ！嘘！こんな感じね。あれ自体はゲームだけど、もしかしてテクニックは戦闘に応用できるかしら。普段行かないところに来たせいかな、こういう発想できたの。なんとなくだけど、みんなが普段どういう風に過ごしているのか少し分かってきたわ。こういう世界もあるのね。今までの私じゃ絶対来なかったと思う。そんなこと。できればまた手伝ってもらえない？こうやって勉強以外の知識が増えれば、回答団でもいろんな提案ができるかも。時間取ってもらう分、期待には応えないとね。今すぐ何かできるとかじゃないけど、きっと役に立てると思うの。君たちの怪盗行為、それを妨害するものだっていたはずよ。敵の分析に特化した者がいたからこそ切り抜けられてきた。そうよね。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、女教皇のペルソナの生誕に祝福の風を得たる。自由へと至るさらなる力とならん。よし。あなたたちって金城の件で歓楽街に行ったのよね。私ね、今度は歓楽街に行ってみたいの。ああ、行ってみたいっていうか、
実はそういうところでうちの生徒を見たって情報があって、まさかとは思うけど一度確認しておきたいの。もういい時間ね、そろそろ帰ろっか。それじゃ。おう、帰ったか。つけておこう。